こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンの送料確認方法ですね。送料確認というのは、普通標準だと日本のね、住所で登録してるんで、この商品のデリバリーというか日本の住所になってると。そうするとね、日本に送れない商品については、送料がいくらとか見えないし、カートの順位も、オーストラリアに見るのとは違った順序になってしまいます。ですんでね、このデリバリートゥーのところをオーストラリアの住所に変更しておくと、送料も見れるし、ほぼ正しいカートの順位も見れるという形になるんでね、商品チェックする際は、ここの部分ね、デリバリートゥーはオーストラリアにしてチェックしてください。で、オーストラリアに変更する方法です。まずね、このデリバリートゥーのところをクリックすると、こういうふうにね、Choose Your Location というのが出てきます。で、そこでね、この下の欄に、オーストラリアの郵便番号を入れると。私が住んでたのは2067のチャツウッドなんでね、それを入れると、チャツウッドとチャツウッドウエストって選択できるんでね、チャツウッドにして、Apply をクリックすると、表示がこのようになります。住所を調べるのが面倒な方はね、私と同じようにこのチャツウッドにしちゃって、チェックしてください。シドニーのね、住所なんで、一番売れるシドニーの人が、どういうふうに見えてるか、チェックするのはいいことなんでね、この形がおすすめです。またこの設定方法とかね、どういうふうにチェックするのか、わからない、ね、場合は、画面キャプチャーを撮ってね、またご質問ください。ご相談、ご質問お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。